秋のね、あのもみじ狩りツーリングもうね、連休仕事やったんでないと思っとったんですけどね、前日の夜の11時ぐらいに結局行くことが決定しました。もうむちゃくちゃですよ。もう集合は例の五条のマクド、こんな感じでした。あと何食わったの？昨日の夜までね3気筒やったらしいんですけどね、今朝はちゃんと4発抜いて、あ、今オイルクーラーつけてますよこれ。だんだんカチッとしてきたような気がしますね。しかし昔は雑器、今は旧社会って言うんですけどね、連中ね結構好きなんですよ、豆だから。これね、結局このイコさんのお家にねそのお邪魔してね、あのコーヒーいただいたりしてね、カステラいただいて、うん、本当ね寒い体を温めていただいて本当ね嬉しい。ツーリングの途中であのね、こういうあのお仲間ができたっていうのはなんか非常にこれ嬉しいですね、本当に。まあ、普段はねちょっとあれなんでね、うん、これ応答のね、あの星のプラネタリウムのあるとこ、うん、あの応答村ですよ。応答村、応答村のね、あの道の駅みたいなとこで、このねこの赤い服のこのおっちゃんおるでしょ、うん、おやすさん、はい、69歳でね、まあ、あのゼファー回じゃなくてね、前のゼファーね、うん、でゼファーに乗ってね転がしてる。これねめちゃめちゃ面白い話いっぱいやってくれたんですけど、また例によってあの8ミリソフトで撮って音声が飛んでナッシング、バカだね。いつもこのパターンなんです。このちょっとアプリで使うとき気をつけないといけませんね。このねおやすさん何を話してたかっていうとね、あの実はねこれ5年ぶりぐらいにこのゼファーを動かしたらしいんですよ。でまあタイヤ見て分かったんですけどね、タイヤね前後バトラックス履いてるんですね、はい、でねこのおじいさんの、あのこのおやさんの言うことにはね、5、6年前ねこの下りのところでねこの応答のこのワインディング、あの早々あの若者に負けなかったと言い切ってくれましたからねこういうねあのおやさんと会えるの、これ面白いところなんですよ。69歳、元気だね。俺できる。どうですかこれ、到着ですよこれめちゃめちゃ青空、気持ちよすぎませんか、ね、もうこれはあこれ黄色やってんな。黄色ですよ。知らんかった。いや、やっぱりねここに来ないといけませんねこれ。車種が混ざる。うん、バラバラやねこれ。ホンダがいてないだけか。ホンダの人いてませんね。ね、川崎ヤマハ鈴木でね。めちゃくちゃですわ。つけたままやからね。でも一回マフラー取ろうって傷つけるもんね。マフラー。あ、綺麗やなやっぱりな。でもいっぱい残ってるもん、ね。やってしまいましたね。で結局やっぱり。電気繋いだ。グラインダーで。ああ。だからもう。何が辛いって耳が痛い。あれはインパクトあったよ。一人ではやろうと思わんけどね。わしらや、こんなんして大気汚染だけして帰ってるっていうパターンが多いやろ。ちゃんとお金を巻いて帰られる。そう。何を考えてるんですか、まったくね。このね、お上品さをね、目指してるね、あの品をね2品も3本もね3品曲げようとしてるね俺たちをね。それを彼は見事にぶっ潰してます。いやもうねスカッとね、あの忘れさせたものをねその思い出させるような感じでね、いいね、カツを入れるって感じですね彼のこの空ぼかしはどうにもなりません。反省ゼロ。どう、偵察行こう。そのさっきの夢の湯のねところね、川に降りれるんですよ、うん、この前降りんかったんでちょっと降りてみたんですよね。これね綺麗だね。ねえ、まだこういうバリバリ途中です。綺麗だけどな。
まあね、まあ、出発がねめちゃめちゃ遅かったんでねこの時点でねなんかね2時とっくに過ぎてるんですよ、うん、でお食事もあんまりいただかずにね、とにかく僕たちがここ走り回ってねこの辺でそのお金を落とそうっていうことで、うん、まあ、一応そのこの星の夢の湯のところにね来たんですけどね、例によって音声がナッシング、まさか。これ実はね僕ね僕たちもそのお土産をねみんなねめいめい買って、はい、それをね今必死でねこれねあの鈴郎さんとね喋ってる、喋りまくっとんですけどね音声が全部飛んじゃってるというね、これね。なぜ？要はその8ミリを8ミリモードで撮ってるんで、ね、音声が入らないという、またかい。あ、そのアプリをね何やっとんですかね。俺はねでもねあれ買いました、ね、キクラゲ。キクラゲ、うん、ご飯と一緒に食えるやついいね。うん、ね、鈴郎さんはね、野菜入りのいっぱい入ったよね、なんとか満月ポンみたいなやつ。満月ポン忘れました、もう何ちゅうやつとかでね、ニンニク、スタミナニンニクなんとかね、なんかこう農産物加工品みたいなやつをねめいめい買ってね、はあ、お土産ですよこれ。でそれをね必死でねこう自慢してるんですね、どうだどうだと言ってね。でもね音声がないというね、音声ナッシングは、ね、しょうがないから喋ってるんですねこう、うん、こうやってね、ちょっと暇な時間っていうかね、うん、でもねこれねもう買わなければならないって感じで買ってるんですけどね、はい、実は楽しいですね、うん、なんか一個買うって決めてきてるから、ほんじゃどれを選ぼうかなっていうね。そうじゃなかったらね、特にほら土産を買わない男ですから素通りしてしまうんですよ僕なんか、うん、これはねいい習慣でしたね。これは五条応答師匠、お邪魔してもお邪魔させていただきました。いつものやつでんからチーズって言っても取れてるっちゅうパターンやな自然やねこの方がこれ課長さんに教えてもらってきたこれヘルペアウト、これ一方でこれむちゃむちゃ素晴らしくないですかこれ。マジでこういうとこ宣伝しなあかん。そうこれいやこれいっぱい行ったらこれ車大変や。まあ確かに、ええ、だけどこれもうすでにこれバリバリかっこいいやんこれ。またちょっとあの第2、はい、参りましょう。これはすげえ、こんなん全然知らんかった。これやもっと言うた方がええんちゃう、これこのヘリポート水がない、これ宣伝しないといけませんよこの美しさ。これこれがめちゃめちゃええですよこれ。これ今ヘリが来た場合俺らの責任は重大ですよ。ほらもうここでやれるよ。あれいやーどうするこれ、世界遺産大峰。うわーこれはすげー。これは佐々木さんこれは完璧ですねこれ。完璧。いやーこれはいい。大噴煙だけでどこなの？あのね地図がありますのでね、ちょっと見てみましょうか。こっからは見えないよ。ません。もっと左か。そこに行きたいの俺。あ、そこに林道って書いてますよ。どこ？これ。何林道？うわちょ。あ、ほんまダートや。そうやね。見てみ場所。な。これはよかった。これちょっと早起きてくれとったら。いや、ね、あとな、俺の大淀町とな、うん、申し訳ない。これね、ツーリングのこれ目的地にこれいいな、これ。なんとこれ、ちょこの動画を見てる皆さん、このヘリポート目指してきてください。こういう。止まってる写真がなし、外に止まる。あれはちょっとね、カット。これね、でも今ね、ヘリの音がしたら僕らすぐどけますからね。そうそうそう。ええ。どないする。空爆ごたこれねベトナム戦争じゃん。もう撮影撮影撮影待ってるの
待ってんね。頑張ってます。ああ、撮影所。OK だ。OK。じゃあ、チワビタドリンクでヘリポートに乾杯。乾杯。乾杯。ウルトラ兄弟みたい。うん。栄養や。あ、しみる。うん。ああ。風ないしね、今日。うん、もうこれ考えられる限り、最高レベルの、うん、この天気やね。パウリ200、2000。うん、けど、あの表示は10度って感じ。まあ、こっから投稿、でも電波がありませんのでね。こっちは高野山の方やで、ね、これやこれや、ケイちゃん登ってどれどれ、ね、え立て入り、あっどの、え、どれ、え、このあのポコッとなったポコッとの隣やね、隣やな、あ、あれが立て入りの高人さん、はい、あーあーい、あ、おれへんな、うん、あ、そうか、あ、あっこから見てたんやね、役所の、役所はあれやんな、もう今日も休み、ちゃうねんな、出てるんや、いやだからなんかその、一時帰宅が、あん何を考えとるんですかね何をしてんの、何をやっとるんですかね、あの男は、あのね、走りの画像をここで撮ってしまおうっていうのはいいんですけど、何かが間違ってますね、うん、はい、違う方向に行ってます、違う方向に行ってますね、うん、最高なんですけどねコーヒーはいただくわね、あの柿はいただくわ、温泉券はいただくわね、何をしに行ったんだ、いや本当迷惑、わしら、俺らが行って迷惑をかけに行ったんじゃないかというね、本当にそんな気が、うん、しかしね、でもね、それだけじゃない、今日あの課長さんに教えてもらったね、素晴らしいあのツーリングゴールポイント、これね、応答ね、ヘリポートがあります、このゴールのヘリポートが素晴らしかった、俺ふわーっとこれ見通せてね、山の稜線がこうずっと見えるんですよ、その稜線、それがそのもの奥掛堂ですよ、世界遺産一気にパノラマですよ、紅葉も良かったし、あそこへ行っただけで、あれを見つけただけでもね、素晴らしかった、あそこは皆さん行ってください、本当におすすめ、あー、おすすめ、素晴らしいゴール地点やと思いますよ、今日辿ったコースは本当にね、ちょっとあの幸せになれる、あの半日一日ツーリングちょうどいいルートやったんだね、 ST のカウルのおかげで寒くないですね、この辺に風が来ないから、ほんと調子よかった、あの風防のおかげで、あ、風防いいですね、風防とハンドルカバーと厚着で冬も走ろう、そういう結論出しました、あの本当にあの関係者の皆さん、本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました、今日もいっぱい人が集まってくれましたよ、本当あの急にね決定したあのツーリングにして、今ちょっとお風呂入ってすっきりやっとしましたけど、急に行ったツーリングにしては本当良かったですね、もうちょっと早起きして朝から走ってたらもっと良かったでしょうけどね、はあ、あなた家で今日何やってたんですか、はあ、そういえばゴロゴロ、ほんでゴロゴロして僕のもらってきたその一個さんにもらった柿を食べて、うん、うまいうまいと、うん、シャキシャカ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 食べて、うん、これこのね山のねずっとあの上の稜線、あれがね大峰奥掛堂ですよ、一パノラマ一望というね、なかなかすごいですよね、あの稜線を通ってね芝先生も熊野に向かいたかったんでしょうけどね、うまそうやろ、とにかく真ん中を切って中にネギつ、そんなにカラカラじゃないけど、カラカラなるけどね、いや、よそから分からん、うわが見たらめちゃめちゃ食いたいな、ちょっとやろうや、ネギ詰めてオーブンで焼くって、オーブンで、うん、すごい、あんまベタベタしてない、うん